です。まあ、コメント読もう。やっほー、こんばんは。ちょっとだけ、23時10分ぐらいには終わっちゃうかも。ごめんね。でもやります。配信をしてなかった分を取り返そうと思ってやりたいし。10分ぐらい。さっきか、さっきじゃない、全然。っていうこと聞かない。お昼ご、ね、夜ご飯は大好きな麻婆茄子を食べるんです。このあと、このあと大好きな麻婆茄子を食べるんです。楽しみ。おいしそう、おいしそう。あと揚げなしのお味噌汁食べるんだ。もうナス大好き。お味噌汁もナス。体操着じゃないよこれ。全然体操着じゃない。見て、体操着じゃない。これさ、後ろ可愛いんだよ、見て。猫とワンちゃん可愛いでしょ。俺実はポニーテール萌えなんだ。これね、俺実はポニーテール萌えなんだ。何言ってんのって。うわ、ちょっと春日発表お知らせやって、ひなちゃんもウキウキだわ。なんてことも思い出して、なんか挨拶回りのツアーをね、挨拶回りのツアーじゃない、挨拶回りのリハをねしてて、うわーこれ A 曲やわ、マイ AKB プレイリストになんか入れようってすごい思うわけ。曲って曲がさ、たくさんあるから、なんかうわーもうAKB 最高だわってなってますね。あれいい曲だな。うん、いい曲、いい曲だねあれ。あとね、ユニットも結構好きっすね。ラルもおめでとう。あ、そうラルフェス出るまー、出るまーす、楽しみ。ワク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 、ハッピー。学祭からはしごします、楽しみ。ちょっと超楽しみ、マジで鬼楽しみ。ね、どんな感じなのかはちょっと私も知らないけど。OK、超楽しみ。せやで、せやで。クロフェスの重力シンパシーの両手振りが良すぎて、めちゃ見ちゃう。え、ね、重力シンパシーってマジさ、神曲だよね。わかるわ、ガチわかる。
え、そうっていうかさ、だからあの明日あのなんだっけ、あと忘れちゃった、なんだっけ出張公演なんだけど、出張公演なんだけどあるんよ。君に重力心たし、もうさ楽しみすぎてね、あんまり両手振りしないらしいじゃん。うわ、なんかメモの酢いっぱい入ってる。うわ、後で食べよう。これはうまいわ確実に。そう、千葉です。やっぱいい匂いしてきたからちょっと閉めるわ。もういい曲。ちょ、でもねこれ言えないんだけどさ、私の中でもうたくさんやっててもう超大好きって曲があるんだけど、たくさんやってるはちょっとわかんないけど、もう超いい大好きな曲っていうのがあるのね。それをねリハで今日やったの。うわいい曲だって踊ってて思った。なんか AKB のさ曲さ、めっちゃいい曲あるのにさ、もっと世の中にさ知れ渡りって欲しいんだけどって思った。もっとさ、もっと知れ渡りたくねって思ったわけ。ほんまに本当にさいい曲だなって思うのよ。いや、表題曲も素晴らしいよ。歴代の歴代もいい曲なんだけどさ、カップリングとかさ、なんか私あとさ17期さんのさ、なんか今回の曲とかすごい好きなんだよね。すれ違う瞬間にドキドキしたの、あのちゃんがもうああいう曲も好きだし、なんかさその木に与えられた鬼滅の曲とかこそいい曲だったりするじゃんとか思って、なんかもっと知れ渡れないかなって思いましたよね。わあいい曲やんって思ったよね。私結構曲の好み割となんか定着、なんていうの、分かりやすい気がするから、大体同じような曲調ばっか好きになっちゃうけど、そう。コメントって思いますよね。ちょっとごめんか。髪留めかわいい？これ？ただの前メロタン。ドキドキしてた。ポールスター振り首推奨な、うん、このね振りを一緒にやるところまでが振り付けだよって言われてた、言われたからみんなやって、絶対に景色がめちゃめちゃ素晴らしくなるからやってくれたら嬉しいな。ね、みんなも踊ってっていうね。はい、今度やるときあったら。ぜひやってね。どこでやるか知らないけど、地蔵なんですが、あ、じゃあ普段お地蔵さんの人もポールスターだけはやってお願い。ね、八公演終わって時の流れやばいよね。最近19期に沼りました。19期に沼った。それひなちゃんにする？私18期だよ。
18期だけど、間違えた、18期だった。あ、よかった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 。なんだよ、ドキッとしちゃうじゃん、ドキッとしちゃうじゃん。ええ、私18期なのに19期にハマったってわざわざ言ってくるのってドキッとしたじゃん。ありがとう、18期ハマってくれて嬉しいわ。18期8人だから覚えやすいね、ラッキー8。お話し会楽しみ、嬉しい。ひなちゃんもお話し会楽しみ。お話し会って9月の9、10、11のことしかないもんね、今回のシングルネームの。あー、14にしようかそうだ、間違えてた。お揃い、お揃いまだ決めてないけど買いに行こう、ユナと。22はスーパーくぼちゃんループ予定、やったー、楽しみー。福祉会21、22だもんね、楽しみだわ。でももう終わったら多分なんか当分会えなそうな予感してる。アンレインもいっぱいあるけど、お悩み相談会まだ？何それ、そんな話したっけ。ちゃんひなのお悩み相談会、そんな話したっけ。散歩歩いたらすでに忘れてる人間なんだけど、そんな話してたっけ。ごめん なんかもうダメだわ、記憶力記憶力がさ、悩み、あれ違うわ、あれでしょ、違う、ラジオの話でしょ。え、ラジオだよね、ラジオならお悩み相談室やるって言ってるよ。ラジオでお悩み相談室って、ひなちゃん何、星悩み抱えてそう、何何何何それ。ネガティブだけどポジティブ人間だからさ、私、まあノリとテンションで生きてる部分あるから、基本的に。まあさ、でもね、今度お悩み相談していいですか。え、いいよ。やっぱ割とね、ネガティブではあるんだけど、寝たら忘れられるからポジティブではあるんだよね。でも多分18期に聞いたらネガティブって言われると思う。あ、でも違うわ、この前も小ひなとかに、なんかひなちゃんってネガティブなんだかポジティブなんだかよくわかんないみたいなこと言われた気がする。わかる、姉ちゃんでもひなちゃんもよくわかんないわ。睡眠への絶対的信頼というか、睡眠してしまったら忘れてしまうという、逆に信頼がないんだよね、逆に信頼がないんだよね。星わかんない、握手会はいつも何イメージ、星でわかんない、たまに落ち込む、落ち込むわ。でも落ち込んだだけど、落ち込んだそのなんか2秒後ぐらいに忘れてるけどね。ポジコだよポジコ。18期1の大食い、大食いだよ、大食いかな。うわ、15分経過しましたって、星が出てる。我ら友情永久不滅、令和を生きるし、
平和を生きるスーパーマインドって感じ。握手会でどういう対応わかんない、どんなだろう、どんなだろう。でも私結構あの広く浅くては、広く浅くっていうか、なんかいろんな人の話とか合わせるの好きだから、いろんなねジャンルの話知ってるんだよね。本当に K-POP アイドルもわかるし、なんか女の子アイドルも結構わかるし、なんかアニメもわかるし、だから割といろんなジャンルの話できるんだよねって、あの自分でここアピールポイントです。ヘラヘラしてるまあ確かにね、確かに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 、まあ否めないですね。今度初めて握手会行きます、やった、待ってます。話題をお任せも対応可能ですか。あ、対応可です。なんか人の話合わせるの好きなんだよね。一見塩対応側だよね、みんな言ってみたらいい。あ、このコメント拍手だわ。そうなんだよね、クールっぽいって言われるよ。クールって何って感じだけど、今来た、ヤッホー。全私クールにできないよ、全然、むしろクールができない。クールな顔してみて、クールな顔。なんか眠そうな顔しちゃう。なんだクールって。なんか眠そうな人にしか見えないんだけど。無理だわ。お眠なの？お腹すいた。さっきフレンチトーストのパン、あのちっちゃいの2個食べた。なんかすくよね、ちゃんとご飯もあるし、お味噌汁もあるし、麻婆茄子大きいのだし。ひなちゃんって呼ばせていただいてもいいですか？どうぞどうぞ。あげる。じゃあここにのショールームいる人は、次のシングルはみんなおいで。塩対応、あの塩クールかクールじゃないか、ひなちゃんが証明してあげましょう。証明してあげるよ。ナスドハマりき、ナス年中無休でハマってるもん。この気持ち、歌ダメだわ、今歌いそうになっちゃった、危な、こうまで言ったわ、ちょっと黙りたい、歌いそうになったからこういうとこがあるんだから、ちょっと黙るね。本当に今無意識で
なんか歌ったで今んって頭でダメだよってもう一人の私が言った。もう歌わない脳内 の, ひあのブラックじゃ天使ひなちゃんがダメだよって言ってるから危ねえ危ねえ危ねえよくない本当に。あのね誰こいのねポジションネタバレはねまだいいけどね瀬戸りネタバレとか最悪だからもう本当に全然ダメだから本当だよ消されちゃうよめっちゃ怒られるよ絶対全スタッフと全メンバーからもうよくないね危ない危ないえそれダメだったの？まあいいや床もらいました床四角い床もらった何すりだろうって思ったまあ8分だからさ今8分だからサインなんでサインもらってない誰も床だけもらったなんでみんなサインさユナユイリさんにもらってたねあのねもらおうっていうねことに発覚した一部始終見てたよひなちゃんもらってるとこも見てたサインは機会があったらもらおうかなそう、郡司さんもゆいりさんの写真もらってるの見たその一部始終を見たか細かいことはいいんだよそんなのいい週だか10だか何でもいいじゃんだって漢字で書いたらさ終了の終了終わるで週なんだからさ分かればいいのひなちゃん頭いいんだからねこう見えてじゃあひなちゃんが今見てる今読んでる本見せようか頭いいから。見せてあげるよ今本読んでる本見せてあげるよ、はあ、舐めちゃってよまったくなんかゆいからスクショ送られてきたゆいがひなちゃんのショールーム見てんだけどキャワイイだってあーもう舐めてるなまったくもうダメだぞ今ひなちゃんが読んでる本スクショ送られてきたのひなちゃんが今読んでる本はじゃじゃーんこれー
私意外と本とか読むんです。わかりますか？小説読むんですよ。普通に小説読むんです。ちなみに昨日読み始めたばっかりからちょっとやることあって全然読んでない。あ、じゃあひなちゃん的一番のおすすめはね、君の友達っていう本、本なんだけど、これおすすめですね。あと君の友達はいい本じゃん。青い鳥も読んだし、舞姫通信も読んだし、清子も読んだし、なんかもう一個ぐらい読んだな。星のかけら読んだね。あとなんだっけ、流星ワゴンも読んだよ。結構読んでるでしょ。同じ作者だけど、ちょっと同じ作者の本が好きなんですね。そう、さ、トンビめっちゃいいから、みんなドラマと本読んで。私さ、ドラマさ、はトンビとヤマトナデシコが好きなんだよね。ツートップぐらいで。みんな見て、トンビのドラマはね、ガチで泣いた。本当に泣いた記憶あるわ。ヤマトナデシコも映画めっちゃ古いけど、トンちゃん生まれてないけど、多分マジで大好き、超好き、もう何回も見てるマジで。松島菜々子さんになりたって毎日思ってた時期あったもん、好きすぎて。うん、もうなんかファッションとかもう可愛すぎて、ああこうなりたーってずっと思ったよね。まあてな感じで、私意外とさ本とか読んじゃって秀才なんですって、ここでも株上げさせてもらいます。ランキング読みます。ランキング読みます。古いよね、わかる。せーの、これさ、もしかして更新された？13位、つっくん、ハト、ありがとうございます。12位、すけさん、ありがとうございます。11位、ジロリンさん、ありがとうございます。10位、関根さん、ありがとうございます。9位、ゆういちさん、ありがとうございます。9、8、まなみちゃん、ありがとうございます。そして、あ、8位かな、ちょっと覚えてないわ。7位、ゆたかさん、ありがとうございます。そして6位、ジムさん、ささん、ラビーブン、ありがとう。5位、キューちゃん、ありがとう、びっくりびっくり。4位、ひらばさん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そして3位、ゆいとさん、ありがとう、偽銅メダル。ひなちゃんはオリンピック選手になって金メダルとか欲しいな。2位、つなちゃん、ありがとうございました、チューチュー。そして1位、356たけさん、今日もありがとうございました、ありがとう、ありがとね。じゃあひなちゃんは彼から、うわ、世界の、ちょっと待って、世界の中心で愛を叫ぶ、うわー、ドラマがひなちゃんは好きなんだけど、それドラマ派、ひなちゃんドラマ派だわ、いいよね、あれめっちゃいいわ、あれめっちゃ泣いた記憶ある、うん、泣いた。いや、ドラマ派だわ、ひなちゃん。映画も好きだけど、どっちかって言われたらドラマ派です。さ、
だってあのその後とかにやってたさ、なんだっけ、白夜行、あれ何漢字、それ白に夜に行ってそうやって読むかな、あれも私は好きでした。よかったね。っていう話です。そう、白夜行ドラマね、よかったわ。あれはもうひなちゃん好きだわ。あなんかそうっていう話、なんかコメント見たらその話しちゃったわね。古いよね、なんか古いわ、ちょっとでもね、おもろ、古いわけど、まあそんな感じなんですね。話しすぎた。じゃあ今度ひなちゃんが小説トークしてあげるよ、これの読んだ感想。ちなみにあとね2冊3冊一気に買ったから全部感想会してあげる。ひなちゃんが頭いいんだぞっていうところを、 AKB トーク、 AKB トークもするけど、だから年齢偽ってないよ、偽ってない。18歳、次19歳。じゃあね、またね。バイバイ。